オスキングです。ってことで、今回は激アツ復刻来ちゃーってことで、このビッグタイムね、ワールドカップメッシがとうとう復刻ということで、コナミさんやってくれましたね。ってことでね、もうこちら大注目だと思うんで、まあ僕こちらのね、3選手、キング、神の子、担い手、こちら3名のね、育成をちょっと紹介していきたいと思います。ぜひね、最後まで見てもらえるとありがたいです。チャンネル登録、高評価、忘れずよろしくお願いします。ってことで、まずね、神の子メッシーってことで、こちら神の子メッシのね、ちょっと育成紹介していきます。で、僕の育成は決定力4、ドリブル8、クイック12、脚力12と、まあドリブル育成ですね。ドリブル育成とは言ってもね、ほとんどの能力ね、めちゃめちゃいい能力してるんでね。まあ僕はこんな感じで振らせていただいて、まあブースター付きでこんな感じと。で、シャビアロンソ監督、88でこの能力。まあ相当化け物かなって、個人的には思っております。まあ、ほとんどっていうか、まあ、オフェセン、ボールコン、ドリブル、ボールキープ、グラッパ。で、決定力、瞬発キック力、ボディバラ。カーブもね、この辺は90後半の能力ほとんどいってるのかなっていう感じもしますし、まあドリブルに関しては103。で、瞬発力、今の環境本当に大事だなと思ってて、97までいきますしね、キック力も103と。で、ボディバラも95を超えてて、まあ相当いい能力してるのかなと。メッシらしい能力かなっていう感じの育成なんで、まあぜひこのね、神の子メッシ、ちょっと育成真似てね、ぜひ使っていただければと。で、シャビアロンソ監督で総合値106いくと。まあ、相当化け物かな、本当に。で、好調時、この能力と。もう、手に負えないですよね。他のメッシじゃなせないような能力。なんか神の子が最強かなと。で、絶好調、この能力と。もう最強ですね。このメッシの右に出るもんはいないと。で、109まで総合値いっちゃうと。もう最強です。まあ本当にこの育成が強いんでね、ぜひ真似していただければと、神の子持ってる方、引く方は。で、スキル、コンルードロップ、ダブタ、ワンシュー、コンカ、ミドル、ワンパー、PK キカ、スルーパス、バックスピンと。まあ本当にね、闘争シーン、これぐらいつけてあげれば、まああとミドル、アウト、この辺はつけていただきたいなと。そうすればもう最強メッシかなというところなんでね、まあぜひ、神の子育成迷ってる方はね、ぜひ真似していただければと思います。続いて、キングメッシーってことで、ちょっと見ていきたいんですけど、まあ僕は、決定力6、パース4、ドリブル4、クイック10、脚力13、エアバト4と、こんな感じで振らせていただいて、で、ブースター付きでこんな感じの能力。で、シャビアロンソ監督で、この能力と。もう、本当に、神の子よりも、最強かなって個人的には思います。まあ、能力値っていうか、総合値的には、神の子の方がいいんですけども、まあ、このキングメッシね、本当に操作性っていうか、もう使用感めちゃくちゃいいんでね、ぜひこの育成真似していただきたいなと。ドリブルボールキープ100超えでね、で、ボディバラも96、で、スピード90と、ここまでも乗せられるメッシってほとんどいないと思うんで、まあぜひね、このキングメッシはね、使っていただきたいなと、この育成で。で、リンクフォワードなんで、OMF に置くことによって無印 OMF で使えると思うんで、まあ本当に OMF 起用が最強かなと。で、好調でこの能力。もう砲90乗ってくると。で、絶好調でこれ。もう手に負えません。もう本当に最強です。で、スキル、キャプテンシー、コンルー、ドロップ、ダブタ、ワンシュ、コンカ、ミドル、ワンパー、PK キッカー、スルーパスと。まあこちらも神の子同様、闘争シーン、アウトスピン、まあこの辺は必須になってくるのかなというところなんでね。まあぜひ、闘争シーン、アウトスピン。これつけるだけで本当にこのメッシ変わるんで、まあぜひ、闘争シーン、アウトスピン。これは神の子も一緒で、ぜひつけていただきたいなと思います。続いて3人目、担い手メッシってことで。まあインレッシュのメッシですね。まあこちらもね、インサイドレシーバーなんで、同様 OMF で、無印で使えるっていう利点はね、すごくある選手だよね。まあ、あまり使ってる方はいないのかなって、個人的にはね、思いますし、まあ僕もキングメッシが本当に好きで、キングばっか使ってますけども、まあこの担い手もね、大当たりの選手ですし、まあ無印 OMF で使えるっていうところもね、かなり利点が大きい選手なんで、ぜひ、担い手当たった方はね、10連とかでもし担い手だけ当たりました。どうしようっていう方とかもね、全然担い手だけでもいいのかなって。まあ、美課金税とか、まあ、廃課金税はぜひね、3人取ってもらって。で、無課金税も今回のガチャは引くべきかなというところで、ブースターつけるとこの能力。で、シャビアロンソ監督。で、この能力と。もうほんとね、この担い手メッシュもね、ほんとドリブルの操作性っていうのはものすごくいいんでね。まあ、スピード95の瞬発101。まあ、この3人のメッシュの中で一番スピードが高い選手かな。この選手は。で、ドリブルも97、ボルコも93。で、ボールキープも89。で、決定力も94あると。まあ本当にね、他のメッシにない部分がね、ほんと底上げされてる感じなんで。まあこのインサイドレシーバーメッシもかなりの大当たりかなと。で、スキル、ドロップ、ダブタ、ワンシュー、ヘッダー、コンカ、ミドル、ワンパ、PK キッカー、アシューラ、スルーパスと。まあこの選手も一緒ですね。闘争心、アウトスピン。この2つは本当に必須級なんで、もうぜひつけていただいて、使ってもらえたらと思っております。で、校長時の能力。校長時の能力がこの感じ。もうめちゃめちゃやばいっすよね。まずスピード96までいっちゃうと。で、総合値に関しては、まあ108までいっちゃうと。校長時の能力は。で、絶好調。これと、109ですよ。もう怖いです。もう絶好調だったらもう、ほんと、3人の飯の中でも一番強いかなっていうぐらい強い飯になるのかなって、個人的には思うんでね。もうほんと、アウト、闘争心、この2つだけは、必ずと言っていいほどね、つけていただければ、まあ、かなり変わるかな。で、最強飯完成するのかなって思うんでね。ぜひ、この3名ね、アウトと闘争心。これはもうほんと、絶対的につけてほしいなと、僕は思っております。ってことでね、メッシ3名ね、3人目、担い手メッシの紹介でした。ってことで、いかがだったでしょうか？僕のね、おすすめ育成はこんな感じで。でももうちょっとここをした方がいいんじゃないかとか。まあ個人的にね、自分的にあれば、まあそこは変えてもらってもいいんですけど、まあ僕なりのね、おすすめ育成はこんな感じなんで、まあぜひね、真似していただいて使っていただけたらと思っております。で、今回のガチャに関しては、もう本当に無課金税、美課金税もね、まあ無課金税はちょっと課金厳しいのかなと思うんですが、まあ美課金税もね、ぜひ、このガチャはね、引いてもらいたいなと。で、無課金税もコイン溜まってるのであればね、まあぜひね、10連でも20連でも回していただけて、で、このメッシ3名はね、ぜひこの機会にね、取っていただけたらと僕も思ってるんで、もう本当にどのメッシが出ても当たりなんで、まあ1人出てね、美課金税、無課金税は1人出たら撤退ぐらいで、いいと思うんで、まあ、どのメッシが来ても最強だと思うんで、ぜひね、この育成真似して使っていただければと思います。で、その感想とかもね、ぜひコメント欄に書いていただけたらと思っております。ぜひ、チャンネル登録と高評価忘れずよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。